はい、しぼさん始まりますよ。いやでもなんか寝てるって言ったのが、あの刑人さんのそのクランのその宣伝を邪魔するわけにいかないんだよ。ちょチンプロさん寝てるわけじゃないからね、みんな寝てんじゃねえって言ってるけどさ、実況中にかぶせんないけど、今の前半のしゃべりをかぶせんのは大変だと。そうチンプロさん、そう俺のじゃしゃべりを邪魔しないようにしてくれてる、プラスあの俺が普通にチンプロさんのことを気遣って、あの俺が全部喋っちゃってるっていうのはある。危ねー、喋って流れてね。てなわけで第1試合、準決勝第1試合ですね。第1マップハードポイントスタンドオフ始まってきています。赤がリアンで青が芝刈り機になってるんですけども、いや芝いい感じにリス飛ばしましたね。これでダットがこのリスガリができる、めちゃめちゃいいです。これはね、この銅像戦車、銅像戦車は取れてきます。なるほど。さあここからでもリアンボ上がっていく。アンラッキーがね、最高火力なんだけど、ね、はい、この PDW ですよね。そうですね、アンラッキー筆頭に複数枚で出てきたですね。さあ次ポナカの杖もすでに始まっています。しばかり火が次ポ取っていますね。そしてリスポーンはリアンが、マップ右上に押し返されるような形になりました。いやここはさすがですね、ジャスティスサブリ、ジャスティスがトリプルキル。ここからリアンがちょっとスモークの抱き方が甘いような気がしますけど、なるほど。もっと追い込んでいくと人数を枚数かけていきたいところ。さあゼラが裏から入っていく、地点取り返しましたリアン。しかし芝刈り機も簡単には許しません。2枚持っていきました、3枚持っていく、地点は小巻きが乗っています。さあ残り30秒、もう芝刈り機相手にリアンがどこまで追いすがれるかというのも注目です。そうですね、基本リアンは基本1対複数が多くなっちゃってるんで、はい、もう少し人数かけて芝を多い人数潰していきたいですね。今の感じで1対2とかになっちゃうんで。なるほど、すぐさま芝に潰されちゃってます。 その逆の立場になるべきですね。複数の敵に、あ、1人で突っ込むではなくて味方と一緒に、そうですね、この2枚以上で動きたいですけど、チームシューティングをしていると思います。さあ次ポトってるのはリアンです。ハマグリが地点乗っています。芝刈り機リスポーン的にはかなり不利な状態なんですけども、ここからどう追い返してくるか。やっぱりこのスタンドオフの第3拠点、この青盾はゲブラみたいにこの屋根にスモークを焚いて登って突っ込むっていうのが強い風に言われてるんですけど、ただそのまだ屋根にはその電車に上段に来てしまったんで、はい、屋根に登ることができなかったんで、芝刈り機今この点で出てくると思うんですけども、いや小牧が2人しっかり戦車に死んだの分かって藁にシフトしましたね。小牧が3人絶対に屋根からは行かずに始まりになってます。しっかりとその屋根を押さえて地点を確保しようという形で、この第3拠点芝刈り機を抑えてリードを作っているのはリアンです。いや本当に成長してきているこのリアンというチーム。次のポイントは芝刈り機が抑えています。裏ロジャージャスティスを抑えます。やはり暖房から積むのはあんまり強くないんで、暖房が1枚やらない4枚っていう動きで取り付けたら、はい、リアンは普通に取り返せるんじゃないでしょうか。なるほど、暖房が薄いんで、暖房よりは藁の方から人数かけるって感じで。そうですね。さあアンラッキー2枚持っていく、これは地点取り返すか。ラークがカバー入って地点中押さえています。その後ろハマグリとゼラが地点エントリーしようとしていますが、まだラークが地点乗っている。さあこれ小牧1目、暖房1枚藁4枚っていう完璧な動きで、もう今チンプロさんが言った通りのようにリアン突っ込みましたね。そうですね、ただもう残り20秒ってことで芝刈り機も先端固めてくると思うんで、これでラークが押し込まれて地点固めてるのはリアンです。リードしてるのはリアン、先に100ポイント到達してるのはリアンです。ここからリスポーンどうなるか、次のポイント、ここはしっかりね、コンビニのポイント取ってもいいんで、はい、1秒でもいいんで、とりあえずリスポーン取りたいですね。もう第2拠点のリスポーン、そうですね、しっかりこれでコンビニが削れたという時で、青徳の青盾脇になったんで、しっかり今日はリスが出てくるなるほど。さあこの試合2周目に入っていますけども、現在キルトップはリアンの小巻きという形で、それに続く形でリアンアンラッキーが続いて芝刈り機を抑える形のキル数叩き出してますね、この人たち。すごいですね、小巻き。そして小巻きも AR で奮闘します。地点を抑えているのはハマグリが地点1人で強豪を乗っている形ですが、ここはジャスティスに止められました。そしてミヤ、ここはさすがにコーディナーの銅像戦争を優先的に追っていきたいです。
この、今、ラークがいる位置かな。あ、それで、視点に入っていく。なんで、この次っぽの、なんか、ハマグリがやってるぞ。まあ、リアンはとりあえず取りたいですね、ポイント内を。次っぽの地点の中を固めるっていう。そうですね。あやはまあ、で、芝刈り機めちゃめちゃ強いんで、向こう大体強豪でもいいんで、やっていきたいですね。本当に体をねじ込んで、ポイントを上げないような形を作っていくべき。ただでもこの拠点で芝刈り機が逆転しています。10点差開いてきている。残り2枚ということで、ビアンここで圧かけたいですね。しっかり認定発表して、そして芝刈り機若干リスポーンが飛んでいます。さあダット前も1人残された形、ここが圧かけるチャンスなんですけども、ちょっといやダットダブルキレ停滞気味ですね、うん。ここは芝刈り機リーダー抑えます。もう次ポの打ち合い始まっています。匿名がかなりこの一番後ろにいることによってリスポーンを抑える形、そうですね、固定ですね。慌てて中入っててもそこの左右から湧いちゃうんで、いいリスク感ですね。やっぱりここに1枚は必要っていう感じなんですかね。そうですね、まあ、わら見ても変わんないですね。なるほど、わらだとね、結構芝刈り機今ポイントゼロになってる、はい、相手の軽くですね、いい話でした。ここはその匿名が視点の中突っ込みますが、ジャスティスダークが、いや、視点を抑えています。さっきとやって戦車にも我々にもいない状況だったんで、芝刈り機は難なく闇からなっていう感じ。やっぱり闇からやってみて、それとこういう感じつけられてるこの屋根を押さえる、潰してから芝刈り機とんどんやっていった感じですね。さあ、そしてこの拠点でダーク、いや、ここはアンラッキー。しかし宮のカバーが入って視点を抑えているのは芝刈り機、点数差50点。いやー、苦しい状態。ゼラがダブルキルで抑えますが、残り10秒この拠点、次一歩中は芝刈り機が抑えています。ちょっと時間ないですね。こんな時間みたいに動きたいですね。時間がない中、残り17秒を乗られたら負けなんで、その挟み込む形をうまく作りたいですけども、センターを宮とダットアロが抑える。いや、前線上げるさせることを許しません。時間がないですよ。めちゃめちゃもう入る前に潰してるから、もう地点を一人に任せて、もう前他は前押しって感じで、この重機のこと、いやー、進むことができずに役到達。いやー、この後半の立ち回り芝刈り機強いですね。180取ったらもう一人残して周り固めんじゃなくて、もうリス狩りをしに行くっていう、はい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 、近づけさせないという感じですね。上でもう外のリスポーンに向かって人数かけて押し込む、逆に押し込む、まあ最悪リスポーン飛んでも大丈夫なぐらいに考えて突っ込んでるぐらいなんですかね。そうですね。でもキル数全然曲げなくて、キルトップはリアンっていう、そうですね、アンラッキーがキルトップ。まあじゃあもう芝刈り機の選手たちをここまで抑えるリアンも本当にすごいですよね。そうですね。200対148でマップカウント1対0、第1マップハードポイント取ったのは芝刈り機です。